戦国将棋と細川雄斎校ですね、ここはあの駅のですね中にあるんですけど、まあ、非常にあの見応えのあるものなんで、撮影させていただきます。お城の方行けばですね、資料館もいろいろあるんですけども、特に雄斎校についてたくさん出てるんですけど、そうですね、誰が書いたんでしょうね、すごいいい感じですね、雰囲気出てますよね。やっぱりこの方はですね、ここにも書いてあるんですけど、武将、歌人、学者、芸術家、多才ぶりもいいとこですよね。もうほとんど何でもできるというところですね。まあ、城作りっていうところがないぐらいですかね。まあ、武将ですから、まあ、当然その軍団を率いて戦をしなければいけないわけですよ。これ藤原定家のことですね、定家の再来。まさにこれ見るとちょっと文化大名っていう感じがしますよね。こちらは雄斎校の夫人、沼田光兼公の娘さんですよね。まあ、もう完全に包囲の姿になられていて、まあ、この方のすごいところはやっぱり右側に今順番にお見せしますけども、遺品というかこういろんなものが残ってるってことですよね。まあ、厳しい戦、籠城もしたのに、よくいろいろなものが残っていると。熊本城行った方はね、水前寺公園のところ行ったことあると思うんで分かると思うんですけど、あちらにもね、古今伝授、この間、こういうのがねありますよね。あ、ここにありますが、そのことですね、これね。これはまあここの地域に限らず、雄斎校についての一通りのものを、展示してますので、まあ、非常に、遠く行きたくないという人はここで全部見れてしまいますね。はい、まあ、これがお城、まあ、実際戦ったと。鉄砲も持ってますね、単銃ですね、これね、単刀。掛け軸とかね、なんか、なんでしょうね、武将でしょうし、お坊さんのようにも見えますし、文化人、歌人、歌を読む人でもあり、これ昔のあれで、ね、ちょっと多めに大きめになってますけど、これも結構分かりやすいですよね。ここ、まあ、かなり街歩くと分かるんですけど、水に恵まれている街ですよね。やっぱりそれはそうですけども、海に面しているような、まあ、この辺はあと小浜城ですとか、まあ、今日行ってきたんですけど宮津城、そういった有名なお城がたくさんあるんですけども、まあ、中でもですね、この舞鶴城、まあ、田辺城って言いますけど、舞鶴城、都市計画もきちんとしていたと。ということは、ただの文化大名ではなかったと。まあ、一応田辺というところは、まあ、隠居で構えたところなんで、本来は、何かここから始めようっていう感じではなかったらしいんですけど、まあ、でも小さいながらもしっかりとした城下町を作っていると。こんな感じですよね。ちょっと雄斎校の地籍があまりにも多すぎる。まあ、確かにこの方と、まあ、忠興公、ガラシャを含めてですね、大河ドラマというのも絶対ありですよね。あ、これお見せしなかった。雄斎校の甲冑ですね、これすごいですよね。これ本物を見ることができると思うんですけど、これは写真ですけどね、写真で見てもかなり立派ですよね。というのは、まあ、ちょっと便乗っぽいんですけど、まあ、キリングクルーではですね、まあ、当然出ますけど、あとここで舞鶴田辺城祭りっていうのが別にありますから、別に便乗することもないんですけど、まあ、ただ光秀公の、娘さんが細川家ですからね、まあ、最後光秀につかないっていうのもあるんですけど、ただここに田辺城と、もう、歴史ファンにとっては大変嬉しい駅ですね。いろいろ出ていて、お祭りのことも出ていますしね。2020年大河ドラマ麒麟が来る、まだ全く始まってないんですけどね、まあ、撮影は始まってるみたいですけどね、まだ配役も決まってない、発表されてないところもありますけど、まあ、楽しみだということで、やはり光秀公が入らないと、大河ドラマにならないですからね、なかなか。本来は細川雄斎という方を中心としたドラマをということで、希望が地元ではあるみたいですけどね。はい、以上です。